4月の終わり浪人初の模試。私は大の理数系嫌い。でも英語は数字が関係ないから気分的には楽だわ。数字英語でも数字が絡む問題は存在する。結果通知も当然数字。英語の偏差値は50.0か。鳥口の英語の偏差値はいくつだった？60.3。ふわー、さすがねー。おかしい。え？今回は手応え的には55ぐらいだった。今回は60に達するほどの点数を取ってないはず。なんで60以上なんだ？待てよ小春、お前ももしかして思ったより偏差値が良くなかったか？え？そうね、言われてみると確かに思ったよりも良かったわ。現役の時よりちょっと偏差値がいい感じね。ありがとう、おかげで理由がわかった。これは今だけの現象だ。しばらくしたら同じ点数でも偏差値はもっと低い。え？わからないか。今回の結果は成績優秀者がぼそっと消えて、俺たちより学習量が少ない受験生が増えたから起こった一時的な現象だよ。2月、3月の成績上位者は今はすでに大学生、受験生ではない、模試を受けていない。つまり4月は成績上位者がすっぽりいない状態だ。この模試は代わりに高3、つまり現役生が受けている。現役生はまだ本格的な受験勉強を経験していない。つまり経験不足の現役生の分だけ一時的に俺たちの偏差値が上がっただけ。彼らはこれから経験を積む。だからこれは今だけの一時的な現象だ。ははー、これがわからなかったということは、お前理数系苦手だろ。その通りよ。あー、ムカつくわー、この人ー。